皆さんこんにちは。米国の人種間の経済格差を見てみましょう。2019年の各人種、年収の分布です。個人ではなく世帯の分布です。アメリカ平均です。ヒスパニック。アジア人、おそらく日本、中国、韓国、東南アジア人と思われます。黒人。最後白人です。では年収2万ドル以下の貧困層の比較です。ヒスパニックと黒人は貧困層が多い、アジア系と白人は少ないです。では逆に富裕層、年収10万ドル以上です。アジア系と白人が多く、黒人とヒスパニックが少ないです。年収20万ドル以上も同様です。2020年失業率。2019年純資産中央値。2019年のデータより警官に射殺される確率、白人を1とする。